はい、皆さんこんにちは、再びですね、聖書の、学びをします、今日はですね、伝道者の書っていうのが、聖書にあるんですけども、そこを学びたいと思うんですね、よろしければですね、旧約聖書、伝道者の書っていうのがありますんで、そこをですね、開けてください、箴言っていうもののすぐ後にありますけども、伝道者の書、ここちょっと、読んでみます。伝道者の書、の一章の一節、ここにどう書いてあるかってこう書いてあるんですね。ちょっとね、メガネちょっと待って、はい、伝道者の書、二重メガネやけど、伝道者の書、一節、あ、一章、エルサレムでの王ダビデの子、伝道者の言葉って書いてますね。まあ、これ、この伝道者の書っていう、この伝道者っていうのは誰かっていうのになるわけですけど、これ、ヘブル語で、元々の意味が、コレハットっていう言葉があるんですけども、この元々の意味は、人々を集めて、まあ、回収を集めていうか、大衆を集めて話す人っていう意味なんですね。まあ、イメージとしてはね、まあ、先生という言い方いいのか。ほんで、たくさんの人を集めて、バーと話をすると。まあ、多分、まあ、これでね、英語での、言葉は、エクレシアという、まあ、教会って訳される言葉、人を集める大衆とか回収という言葉、エクレシアという言葉を元にして、72人訳から、英語でのタイトルはですね、エクレシアスティ、いわゆるその、人を集めるもの。集めて、まあ、大衆に話をしているものっていうタイトルですね。日本語でのタイトル、これ、伝道者の書って書いてますけども、まあ、多分ね、日本語の訳なさるときに、人を集めて、たくさんの人を集めて、こう話する言ったら、多分ね、伝道集会みたいなイメージがあったんでしょうね。訳した人が。だから、その、伝道集会で、その、伝道している人って意味で、伝道者の書っていうふうに訳しはったやんと思いますけども、どちらにせよ、元の意味は、たくさんの人を集めて話をする、まあ、先生からの、まあ、訓示っていうか言葉のような意味です。で、これちょっと後で読んでみると、こう書いてあるんですね。はい。伝道者の書、一章の、二節から読みます。空の空。伝道者は言う。空の空。すべては空。火の下でどんなに苦労しても、それが人に何の益になろうって書いてますけど、まあこれ、空の空って書いてますけども、これ、まあ、空言ったら空っていうことだけど、これこの、まあ言語っていうのは、ハベルという言葉ですけども、まあ空っぽっていうかな。あるいは、まあ風だとかね。そういう意味ですね。で、まあ正直言うたら、多分英語で一番、近いのは、vapor。Vapor っていうのは、いわゆる、何や、蒸気。蒸発してしまう。すべてが蒸発してしまうような、結論から言ったら、まあ、空っぽ、虚しい。そういう意味の、この、言葉です。ハベルっていう、だからすべてが、まあ、蒸発してしまうように、空っぽで虚しいものやと、形のないもんやと。で、この後、伝道者の書の、まあ、何を書いてるか言ったら、まあ、これ実際に読んでもらったらいいんですけども、この、箇所でですね、まあ、多分これ書いたん、ソロモンっていう王様やと思うんですね。先ほどエルサレムの王でダビデの子って書いてたら、まあ、ソロモンしかいませんから、またこの内容を見るとソロモンだというのが大体分かってくるんですけども、で、このソロモンさんが、こういうこと言うわけですね、彼非常にこの知識の、非常に賢い人であったというふうに聖書では出てくるんやけど、結局ね、彼はここで何言いたいか言ったら、何でも虚しいと。例えば、富やとか、名誉やとか、地位だとか、まあ、努力すら虚しいと。うん。私たちやっぱりね、今必死になって生きてるんですね。やっぱり、生活、大変じゃないかな。私なんかやっぱり生活しよう思って、一生懸命生きとる。やっぱりね、で、いつの間にか会社に入って、やっぱりちゃんと生きていかんとあかんし、まあ家族を持ったり、あれ自分で生活しとってもね、ちゃんと毎日、毎朝、まあ通勤っていうか、まあ学校行ってる人は通学やね、
あんまり僕なんか朝早く起きたくないんやけども、まあ朝6時ぐらいに起きてよ、服着替えて7時ぐらいに家出て、で、まあ、電車に乗って、あるいはね、アメリカの時は車に乗って、で、まあ仕事場行きますわな。で、もう大体もう、あっと言うたらもういつの間にか夕方になっててしょ。もう忙しい忙しい。ほんでもう夜くったくたになって、まあ疲れて帰ってくる。まあ休める時言うたら、まあ週末ぐらいなんでしょうけども、でも週末働いてる人もおるし、とか時間がないいうかね。まあ本とかね、なんか自分の、読んで自分のやりたいことをやったり、僕なんかは絵も描くんで、どっか綺麗な景色のどこ行ってね、のんびり絵描いたいなと思ったりするんやけども、なかなかね、人間って忙しいでね。で、そんな風にして必死になって集めた、まあ、何のために毎日必死になって生活してんねやろ、と思ったことないですかね。まあ、実は、この伝道者の書はその全てがね、虚しい。ちょっと待ってくれ、お前一生懸命私たち苦労してよ。必死にやってきてるやんか。ほんで、もう、多分ね、そうやって毎日忙しく必死になって生きてる人は、私だけじゃないと思う。多分このビデオを見てる皆さんね、必死になって生きてると思うんですね。で、その富を得て、まあ成功したいと思って一生懸命ね、やってる人もいてるやろし、あるいは名誉欲しいと、あるいは社長やとかね、そういうふうになっていきたいと、会社で地位や名誉も欲しいとか、あるいはまあ、大きな家に住みたいとか、いろんなこと思うと思うんですね。でもその全てが、ソロモンが言うには、まあ、蒸発してまういうか、虚しいよね。で、しかもそれ、この伝道書のわかりますけど、私たち、その英語とばっかりでそんな苦労してる、苦労そのもの、努力っていうかな。よくね、日本でもアメリカでも努力して頑張れって言うと思うんですけども、頑張れ、頑張れ。特に日本人はね、頑張れっていう言葉がちゃんとあるぐらいで、頑張れってやってますけども、その頑張れも虚しい。努力すら、なんと、苦しいことすら、この伝道書ではですね、読んでたら虚しいんやと。で、唯一、まあね、人にとって全て言えることは、まあ生活しとって、家族なんかとの楽しい時間、まあ人にの報いたそれぐらいのもんやと。まあ確かにね、僕もね、人生ふっと振り返ると、楽しかった時言うたら、あるいは何を思い出すか言うたらね、まあ、家族でなんかディズニーランドみたいなとこ行った、そんな感じのとこ行った時やとか、まあ旅行したとかね。まあそんなことぐらいやな、楽しい時言うたら、はっきり言うて、みんなとね、なんかこう、あるいは友達となんかワイワイガヤガヤやったと、そういう時ぐらい、その思い出ぐらいしかなくて、でもそれだって、子供たちはどんどん大きくなっていくし、なんか状況はどん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 時間とともに変わっていくんやね。だから、まあ、すべて蒸発してしまういうかな。で、ソロモンは、そういうこと言うんやね。基本的に人生短いっていうか、私はやっぱりね、この年になって、年取れば取るほどね、時間取るのは早い。ついこの間まで、新年迎えてるか、だから、クリスマスだ、つい前やったら気がするけど、またクリスマス来よるんやね。毎年毎年ね、なんか自分、過去10年言ったら、あっと言われ、10年何してたんかな ?20 年でも何してたんかなと思うんやけど、20歳ぐらいまではね、子供の時は結構時間との早く、遅かったように思うんやけど、20歳過ぎたからなんかもう30ぐらいになってからね、今の年、あっと言われてもだよね、あれって。だからね、時間経つの、人生結構思ったよりも短いよね。このまま、まあ、死んでまういうか、年取るんやね。まあそれで人生虚しいことで、まあこの伝道の書は基本的に私たちの人生虚しいやということを書いてるんですけども、この伝道の書のまあ結論というか最後の方どう書いてるか言ったら、よろしければですね、今日はパッと飛びますけども、12章ちょっと開けてもらえます？伝道者の書の12章、まあここで最後にソロモンはこういうこと言うんですね。伝道者の12章のまあ7節からちょっと読んでみますけども、12章の7節。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。話が、まあ、人間死んでまうちやな。8節。空の空。伝道者は言う。すべて空。
これさっきの一章の一節か二節やったっけと一番最初の部分と同じことまた十二章の一番最後にまた結論で言うんやね。空の空、伝道者は言う、すべて空やと。九節、伝道者は知恵あるものであったが、そのゆえ知識を民に教えた。まあ先生やったんじゃない。彼は試作し、探求し、多くの神言。まあ、この伝道者の書の前に神言ってありますけど、いわゆる、まあ、多くの、まあ、助言言うかな。こうやって生きていけなさいよということを言うたと。多くの神言をまとめた。伝道者は適切な言葉を見出そうとし、真理の言葉を正しく書き残した。まあ、ソロモンはね、この、多分最後にこの伝道者の書を書いたときに、自分の言いたい知識を、まあ、集大成してまとめる意味で書いたんでしょうね。ほんで、いろんなことを言うてきたと、自分は。でも全て、まあ、人間死んで、まあ、死と同時に非常に虚しいんだと。死の問題が解決されないと、私たちの苦労すら、私たちが一生懸命毎日必死になって生きてる、その全て、それはみんなね、苦労してると思うで。ああ。必死になって生きてると思う。その全てが、まあ、蒸発するかな。うん、ほんでまあそんなことを言うんやね。ほんでこれ特にこの死の問題解決されないとどんなに成功してもどんなにすごいことやってもそれこそどんなに苦労してあるいはどんなに悲しんだり苦しんだりしてもそれこそ全て虚しいんだということを言ってるんですね。でこれの一番最後の結論だ12章の一番最後はどう書いてるか、結論はこういうこと書いてますね。13節から読んでみると、結局のところ、つまり、まあ、早い話がというかね、結局、まあ、結論はこういうことで、結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。もうあんた、私が言わんのよう知ってるやろと。神を恐れ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。ほう。14節。神は善であれ悪であれ、全ての隠れたことについて、全ての技を、まあ技って私たちがこの地上でやったことでしょうね。全てのことを、全ての技を、裁かれるからだ。まあここで、ソロモンが至った結論っていうのは、結論は神様を恐れなさい。神様の命令守りなさいっていうのね。これが人間にとって全てや。そんなこと言う。恐れる意味ではね、あなたは誰を恐れてます？この地上で恐れてる人おる？まあ僕はね、恐れるって今ちょっと考えてみたけど、やっぱり、そうやな、車運転してるときはね、やっぱりポリサやな。私なんか車運転しててさ、ピャーと運転してて、何見とるかや。白バイどっかにないからね、必死になって、もう、他のことあんま考えずに、もう、ポリさんばっかり探してるの、私一生懸命。ほんで、時々ポリさんな、後ろに着きよんね。あ白バイなんで俺の後ろに着くねん。もう、悪いことしてなかったら別に警察を恐れることないんやけどな。まあ、恐れる言うたら、やっぱり、車運転手とかポリさん怖いな。ポリさんピッカピッカピカして、ちょっと止まった。でも、あるいは、恐れる人言ったらどんな人恐れてます？まあ、人によっては、学校の先生やとか、親やとか、まあ、そうやね、会社やったら上司かな。やっぱり上司っていうのは、自分をクビにできるもんね。お前クビやー言われたら嫌やし、まあ上司で、やっぱ恐れてる相手、例えば会社の上司いうか上の人、ボスいうか社長とか、そういう人、ちょっと煙たいけども、でも、まあその人を喜ばせるために、一生懸命頑張ってますわな、会社では。もう上司、喜ばすために上司、ボスにようやった言うてもらうためにはね、頑張ってへん？正直言うて。そう思うけどな。だから、まあ、神を恐れという場合、基本的に、まあ、ここで言うてるのは、神様に喜ばれるように生きていけっていうことでしょうね。で、まあ、神の命令守る。当然、命令守る人っていうのは喜ばれますよね。これ、学校の先生であろうが、親であろうが、
会社の上司であろうが、それこそ警察官であろうが、自分たちが恐れてる人を喜ばせることやったら、まあ、恐れることないし。まあ、そんなことでね、神様を恐れる、いわゆる神様を喜ばせる、神の命令を守る、これ以外に、ソロモンが言うには、人は何もないんやと。それだけやと。で、しかもその理由が書いてあるね。一番最後にこう書いてあったでしょ。14節。神は善であれ、悪であれ、すべて隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。だから、そのなんで神様を恐れる、神様を喜ばせることせんとあかんか言うたら、神様が善であれ、悪であれ、すべてのことを隠れたことすべてですね、裁くんだ。で、この裁きっていうことについては、実はこれ、ミシパっていう言葉なんですけども、神様は裁きをなさるっていうのは、この言葉、他の聖書の箇所では同じ言葉がですね、まあ、抗議、あるいは公正っていうかな、正しくするっていう風に訳されている部分もあります。同じ言葉が。で、早瀬がこの裁くっていうこの言葉はですね、神様が物事を正してくださる。こういう意味なんですね。で、まあ、よければね、この部分をちょっと分かるためには、第2コリントの5章を開けていただきます。まあ、実は、この伝道者の書とよく似たことが、今度はソロモンさんじゃなくて、パウロさんも同じようなこと言うんです。第2コリントの5章。これちょっと1節から読んでみます。第2コリントの5章。1節。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。まあ、ここで地上の幕屋が壊れてもと書いてますけど、地上の幕屋だと、まあ、私たちの今持っているこの体のことでしょうね。でこの体が、まあ、死んで塵に戻ったとしても亡くなってしまったりしても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。栄光の体をもらえる。でそれは人の手によらない天にある永遠の家です。2節。私たちはこの幕屋にあってうめき。まあ確かにな、苦労しとるわな、みんなな、私もやけど、この地上におる間はしんどいで、はあ、はいな、しんどない？俺もしんどい思う時あるけどな。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを来たいと望んでいます。3節。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。4節。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを来たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためです。まあ栄光の体を持ったら永遠に生きるということでね。5節、私たちをこのように、このことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として、つまり救われている保証、永遠の命が与えられている保証として、神はその保証として、御霊をくださいました。御霊の保証、クリスチャンになったら、神様信じたら、御霊の宿りがあるんですね。本当に救われてる人は、この御霊の宿りをはっきりと感じてるはずなんですね。で、これだけはね、僕も否定できへんか。御霊の保証っていうか、御霊の宿り。もう、言いようのない平安がありますよね。人が何を言おうとやら、これだけはね、間違いない。で、まあ、神はその保証として救われている永遠の命がある。保証として、御霊をくださいました。6節。そういうわけで私たちいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。8節。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。9節。そういうわけで肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願するところは、主に喜ばれることです。これ先ほどのソロモンと一緒やね。ソロモンさんも最後は神様恐れなさい。まあ、喜ばれるようなことしなさい。神様の命令守りなさい。って言うんやけど、
で、10節、なぜなら、その理由が書いてあるんでね、なんで神様を喜ばせんとあかんのか。10節、なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自、その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。まあ、先ほどのソロモンさんと、まあ、ほぼ同じことを言ってる。パウロ、結局ね、なんで死を恐れ、神様を喜ばせんとあかんのか言うたら、私たち一人一人、これ実はクリスチャンも含めてですよ。一人一人、神の前に立つ時がある。立つ時が来ると。で、神様にまあ裁かれるが、すべて自分がやってきたことを正される。神様実は、正しいことは正しい。悪いことは悪い。はっきりされるんやね。正しいことを悪いとも言えないし、悪いことを正しいと。神様はそれはご性質上できないし、しないんやね。で、私たちははっきりと自分がやってきたこと、この地上においてやってきたことのすべてがですね、隠れたことも、いいことも悪いこともすべて神様の前にさらけ出されて、そして正しく、まあ、裁かれる、正しくさせられることになるんだと。こういうことが書いてあるんですね。で、まあ、裁かれるのはなるほどなと思うかもしれんけど、聖書はそうはっきり書いてあって、ただ問題はやね、裁かれた後どうなんねやと、どんな風に裁かれるのか。このあたりについては、ちょっとあちこち飛んで悪いけども、詩篇の37章、ちょっと開けてもらえません？詩篇の37。詩篇37、どこやった？ここを見ると、詩篇の37章の、28節から。まあ、できればね、詩篇の37章全部読んでもらいたいけども、まあ、ちょっと時間都合で、28から、節から言いますけども、詩篇37章、37編っていうかな、詩篇37章の、28節。こう書いてあります。誠に、主は公義を愛し、この公義って書いてるのは、先ほど言ったミシパ、つまり裁きっていう言葉と全く同じ言葉なんですね。まあこれ訳してることで、ミシパと公義って訳したり、正しいとか公正とか訳したり、裁きって訳すときも、訳の人でいろいろ変わるんやけど、これ、誠に主は裁きを愛して訳してもいいし、つまり神様は正しいこと、物事を正すことを、まあ望んでおられるんだと。誠に主は公義を愛し、ご自身の生徒を見捨てられない。まあ、クリスチャンはほっとかない。絶対に捨てたりしない。彼らは永遠に保たれる。つまり永遠の、まあ、命というか、永遠にクリスチャンというか生徒は守られるんだと。悪者どもの子孫は断ち切られる。断ち切られるんや。でも、まあ、神を信じない悪い人たちいうのは断ち切られちゃう。正しい者は地を受け継ごう。そして、そこにいつまでも住み着こう。正しい人は地を受け継ぐ。三十節。正しい者の口は知恵を語り、その下は公義。これもミシパという、いわゆる裁き、公義、神の正しさをはっきりと伝えると。心に神の見教えがあり、彼の歩みはよろけない。悪者は正しい者を待ち伏せて彼を殺そうとする。まあね、クリスチャンになって、まして、その、福音を伝えようとすると、確かにね、意地悪な人いますよ。これはやっぱり腹が立つんやろね。そういう、その、まあ、で、33節。主は、彼をその者の手の中に置かず、まあ、彼っていうのはこれクリスチャンでしょうね。主はクリスチャンをその者の、悪者の手の中に置かず意味だと思うんですね。クリスチャンが、彼が裁かれるとき、彼を罪に定めない。まあ、これ、私たちご存じのように、クリスチャンの場合は、同じように裁かれるというか、正されるんですけど、自分たちのやったこと全部問われるんやけども、私たちの悪かったとこ、まあ、罪の部分を裁かれない。これはええで。ほんまに。まあ、許してもらえるんやね。これ許してもらえるのは、私たちが良かったから、いい子ちゃんやから許してもらうんじゃなくて、イエス様の血を通して、私たちは清められて、イエス様のあの痛みを通して、まあ、許してもらえるんやね。悪くてもよ。悪いとこ全部。彼を罪に定めないね。34節。死を待ち望め。その道を守れ。
そうすれば主はあなたを高く上げて地を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見るでしょう。見よう。ここではっきり分かっていることは、神ははっきりと私たち一人一人を裁くんだと。で、なぜで、その裁いた後、裁きって何なのかというと、神を信じた人は、正しいものは永遠の命が与えると同時に地を受け継ぐ、つまり御国を受け継ぐっていうことなんですね。まあこれ御国の国民になってるっていう言い方がいいのか、まあ永遠の土地、素晴らしい御国を受け継ぐ。実は旧約聖書でイスラエル先民たちに神様が約束の土地を与えられるんですが、これは実は旧約聖書を通して分かることは全部ひな形なんですね。神様が言いたかったのは、神様を受け入れて信じて永遠の命が与えられる、この本当の救い受け入れた人は地を受け継ぐんだ、つまり御国に入るんだ。しかし悪いもの、いわゆる神様を受け入れない、信じない人は断ち切られるって書いてあったね。滅ぼされる、永遠の滅び。これが非常にはっきりと聖書を書いてるんですね。その地を受け継ぐもの、いわゆるクリスチャンであれば永遠の命が与えられて、そして永遠に栄光の体が与えられて、そして永遠に生きて、そして御国を受け継ぐ。まあ今日は千年王国についてちょっと詳しく話しませんけど、この御国の受け継ぐっていうのはどうなるのかっていうのは、いつかまたチャンスがあれば話しますけども、私たちはですね、クリスチャンは御霊の宿りを今受けてですね、はっきりと自分が御国に入るんだという保証とともに平安と喜びを感じて今生きてる。ただこの地上にいる間は、まあ苦しいわな。でも神様待ち望みなさい。で、同じように苦しむのに悪い人は神の方に来えへんねんな。帰ってなんか妬んだりね。で、で、その人たちは裁かれる時にはっきりと罪が問われて、まあ立ち滅ぼされる、断ち切られるって書いてますね。まあ永遠の滅び。私ね、たとえ聖書の言葉がわからんかったりしても、何万人という人が臨死体験してはるらしいんやね。まあ、ちょっと死にかけたっていうか、ほぼ死んだような。でも戻ってきてる。で、その人たちの話聞くと、基本的に二つしかないよね。大体私がまあいろいろ調べたら、なんか4割か、まあ半分ぐらいの人はね、地獄を見てるんやね。ほんで、あとの半分の人は、お花畑。お花畑で、そこになんか、前、先に死んだ人がいてたと。自分の親戚や、おじいちゃんやおばあちゃんや、なんか、そんなのがおったと。ほんで、特に、まあ、神様のような存在、まあ、イエス様のような存在というか、お方がおられたっていうのを、臨死体験の人が言うんやね。そういった、その、まあ、天国のようなところを見た人と、まあ、はっきりと地獄のような、ものすごい苦しいところを見た人の両方あるけど、大抵その、で、話をさ、だから、やはりね、死後の世界は当然あるんですよ。ほんで、しかもよ、よう考えてみたら、この救いっていうもの、つまり、神様が人となってきて、その人、神様が、まあ、十字架についたんだと。で、あのイエス・キリストは神様であり、私のために死んでくれた。そのことを受け入れただけで、もう私の悪いとこは全て許されるんやと。裁きはあるけども、裁きって言うとも私たちはもう堂々と神の前に行って、そして私たちの悪かったとこは、おめみみってこう、私も悪いとこいっぱいあんねんけど、そんなとこは全部、イエス様に免じて許したる。これはええで。許してくれるんやもん。で、それだけじゃなくて、永遠の命が与えられる。で、この永遠の命が与えられることを示すがごとく、イエス様復活なさったよね。イエス・キリストの復活を信じるっていうか、このことを受け入れた、あるいは信じた。よし。そうしよう。受け入れるって言うたらっていうか、そう信じたら、その保証として、聖霊の宿りをはっきりと感じる。これは僕自身否定できないぞ、聖霊の宿り。ものすごくはっきりと、聖霊の宿りを感じて平安を感じる。そして私たちが天国に行くというか、御霊の受け継ぐんだというこの保証を、ものすごいたくさんのクリスチャンの人はもらってるんやね。だからまあ喜んでもう毎日日々ウキュピーで生きてると思うんやけど、この地上の世代は確かに苦しいことが多いですけども、
皆さん、このビデオを見てる方、一日も早く、正直言うて、ただなんやから、福音っていうのは。ただ受け入れたらいいだけなんやから。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れてください。今からお祈りしますんで、この祈りをビデオを見ててもいいし、これは何も教会に行かんとあかんとか、誰かの前で、牧師さんの前で受け入れる、そんなことじゃん。あなたの心の中で、神様を信じ、で、口で告白するいうかな。クリスチャンになったということをはっきりと自分で告白する。まあそういうことで、今からお祈りしますんで、ぜひですね、明日と言わずに今、これを信じてください。そしたら、ただっていうか、永遠の命があるわけでしょ？で、どっちみち死ぬんやから、まあ、永遠の命があった方がずっといいと思いません？どっちみちあんた、そんなもん、考えること全然ないと思う。はい、じゃあお祈りします。神様、今日は、伝道者の書を通して、ソロモンの知恵、また、第2コリントから、パウロの、教えてくださった、知恵、すべて神様の聖書を通して言っている御言葉は全く同じことを言っておられます。私たちこの地上にいる間、本当に苦労し、必死になって、それこそ、時には腹を立ち、必死になって喧嘩したりして生きてますけども、その全てが本当に考えてみれば、虚しい。全て蒸発してしまうようなもんです。私たちが日々必死になって腹立ったりしてることも全て本当に虚しい。しかしただ唯一、この死の問題解決されないと、本当に私たちの人生は虚しいのです。しかしあなたはなんと私たちの死の問題を解決してくださいました。それは唯一、あなたご本人が、私たちの罪を許すためにあの十字架につけられ、そしてそれを受け入れた人、そしてあなたの復活を信じた人、そして復活を信じるということは私たちの永遠の命があるんだということを信じるということ、そのものには、あなたはなんと地を受け継がせる、つまり御国に入ることをあなたははっきりと約束なさっています。今日このビデオを見て今あなたを受け入れている方が多分たくさんおられると思います。その方々があなたを受け入れますように、そして永遠の命を今受けることができますように、あなたが聖霊様の力を通して導いてください。イエス様を見ないでお祈りいたします。アーメン。はい、受け入れた。はい、そういうことで、じゃあ、またよろしく。今日のビデオ終わります。